はい、おはようございます。今日から新しい試みとしてこのコーヒー入れるカットの間ちょっと喋ってみようかなと思います。とりあえず今日もコーヒー入れていきます。今日でこのギリシャ滞在が最終日になりまして、明日の朝早朝4時ぐらいにホテルを出て、オーストリアに向かいます。じゃあコーヒー入れていきます。1人分なので 10g です。今日は3時間ぐらいイージースピン、飛行機乗る前のイージースピンって書いてあったので、何人かのメンバーと 2,3 時間軽く走ってくる予定です。で、その後荷造りとかパッキングとか、荷造りとパッキング一緒か、バイクのパッキングと自分の荷物のパッキングをしないといけないので、意外と忙しい一日になりそうです。今お湯を沸かしてます。で、この折り紙ドリッパーが割れちゃったんで、こっちで2ユーロで手に入れたドリッパーなんですけど、あんまり作りが良くなくて、この下の穴がバリだらけで全然お湯が落ちなくて困ってたんですけど、昨日ライブ配信でも言いましたが、自分でメカニックから工具を借りて穴を拡張させると調子良くなりました。ということで今日は普通のペーパーで入れていきたいと思います。はい、今お湯が沸きました。でもこの時点で、前このバリを取る前はお湯が下に落ちていくスピードが遅すぎて全然ダメだったんですよね。はい、ということで豆をポンと 10g です。 10g なのでお湯は 160g でいきたいと思います。それではまずは30秒ぐらい蒸らします。あ、いい匂い。このね、コーヒーをまず豆を開けて、いい匂い、豆を引いていく中で込み上げてくるいい匂いで、入れていく中での匂い、これだけでもだいぶ多幸感に包まれるというか幸せですよね。で、約3週間にわたってこのギリシャに、まあギリシャといってもここロードス島っていう、地図上で見たらわかるんですけど、ほぼトルコみたいなところなんですけど、3週間滞在してなかなかいい思い出になりましたね。 160g も一緒ですね。はい、ということで、まあそんな感じで今日は2、3時間、3時間弱走ってこようと思いますので、ギリシャ Vlog、 トレーニングの部としては最後の Vlog ですね、撮っていきたいと思います。それでは行ってきます。Nothing's ever in your way. Scoring every shot you make. No, you
first I think of a delicate thing and then of a break. はい、ということでギリシャ合宿最後の練習から帰ってきて、まあ、洗濯物干して今からバイクを BTB の輪行箱に詰めていきたいと思います。せっかくなんでバイクを詰めていく様子を動画にしたいなと思います。前回動画にした輪行箱とはちょっとサイズの違う BTB の輪行箱なので、今回改めてどれぐらいの時間でできるのかとかも含めてやっていきたいと思います。で、実際にどれぐらい時間がかかるのかを測っていきたいと思います。それでは用意スタート。はい、今終わりました。今動画で見ていただいたと思うんですけど、まあ、各所に梱包材を巻きつけて、でホイールをホイールバッグに入れて、ハンドルを外す必要がないので一体型ハンドルでも梱包材を巻きつけてホイールを外して、まあ、ちょっとねディレイラーのところをこのスルーアクスルでチェーンをこういう風にしてあげることによって、あのプーリーがなんていうんですかね、プーリーが起き上がってきてこのぶつかるのを防ぐっていうちょっとしたテクニックは必要なんですけど、まあこんな感じで簡単に入ります。で、今話してる間時間止めるの忘れてたんですけど、7分半で輪行が完了しました。で、この箱だと海外で遠征する際などは隙間にいろんな衣服だとかを詰め込めばスーツケースの軽量化にもつながりますので、かなり便利かなと思います。それでは